ヘラブナは綺麗な魚。ヘラブナは優しくて臆病な魚。それだけにその釣り味は実に魅力的。まずは全国の釣り場で優雅に楽しむヘラブナファンの姿をご覧ください。美しい環境の下で釣りを楽しむ、素晴らしいですね。ヘラブナ釣りは難しい釣りと言われてきましたが、今回はヘラブナ釣りの道場とも言われております管理釣り場で、この道の名人石井旭秀さんに釣りの技術を分かりやすく解明していただきました。まずは釣りの支度をしながら、その道具の一つ一つを説明していただきましょう。石井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこれは竿掛けを取り付ける万力です。それに竿掛け、私は1本半のものを使っておりますが、これでノズリも十分に通用します。角度は穂先が沈むぐらいです。次に竿ですが、私は特別の場合を除いて竹の竿を使っております。竿は何本くらいあればいいんですか？だいたい12尺、14尺、16尺の3本ぐらいあれば十分に間に合うと思います。込み口をしっかり差し込みます。竿の調子にもいろいろあると思うんですが、こっちが南調子の竿ですね。これが高調です。初心者の人はなるべく高調子の竿を使った方が扱いやすいですね。まず道糸にですね、浮き止めゴムを入れてください。それにゴム管ですね、浮きを止めるゴム管。
それにもう一つ誘導式の浮き止めゴム。浮き止めゴムを入れるときに道糸を濡らしてもらうと非常に滑り良くなって道糸に傷つけませんので、少し濡らしてやるっていうことがコツです。それと今度は竿先のヘビ口に縛るときのやつですね。この道糸の先端のチワワを穂先に取り付けます。道糸の長さはこれで初心者の方でしたら大体この辺で道糸を切ってくれた方が振り込み取り込みそういうことに関して動作もスムーズにいきますので、あまり針すばかがつかない程度で切ってもらった方が釣りいいと思います。僕の場合ですと竿尻いっぱいなんですけど、いつも竿に負担をかけないっていうためにかなり長めに僕は取っていますけど、これに今度は寄り戻しですね。次に板重りを巻きます。この板重りを巻くときにですね、丁寧に角のないようにまん丸に巻くっていうことが非常にトラブルが少ないんです。やはり振り込んだ時にですね、重りが先沈んでいきますから、そこに針餌がついた針ですね、糸が針巣が沈んでいくわけですから、これが何て言うんですかね、まん丸じゃないとそこに絡むとかそういう原因になりますので、よく見ますといい加減に巻いてる人いますけど、それがトラブルの原因になってんですから、これは板重りをつけるときには丁寧に巻くっていうことがもう本当にトラブルを防ぐコツです。これでもう一つ巻いて終わりになりますが、最初はやや重めに巻いておいてください。で次は何ですか？目印をここへつけます。目印は木綿の糸を小さく巻くだけです。次に針ですが、私の場合は針巣に結んでおいて持ち運んでいますが、結ぶのが面倒な人は糸付きの針も市販されております。これを寄り戻しに結んで終わりです。石井さんの針の大きさは、針にもいろいろ種類がありますけど、私の場合にはオーナーのヘライザム、底釣りの場合でしたら4号5号、中釣りでしたら6号7号を使用しています。仕掛けは竿につけておいても良いのですが、このように一本一本仕掛け巻きに巻いておくのも楽しいですよ。浮きは何を基準にしてその長さを決めるんですか？水深と竿の長さによってそれぞれ違いますが、私の場合でしたら13尺1杯ぐらいの棚ですと18センチぐらいを目安にして使っております。また魚がよりの良い時、また風の強いような時には二回りぐらい大きめな浮き20センチぐらいを使い、また魚のよりの悪いような時にはなるべく餌をゆっくり沈めるためにも二回りぐらい、今度は逆に小さめにします。まず浮きをつけて餌落ち目盛りを調節します。重りを重めにつけるということがコツです。なぜかと言いますと、重めの場合は重りを少しずつ切りながら調節していくことができますが、軽すぎた場合には板重りをまた巻きながら沈めていくということなので、重めにつけた方が非常に簡単に餌落ち目盛りが調節できます。
この餌打ちの目盛りというのは何を基準にして決めるんでしょうか。基準はですね、あのボデーが隠れればですね、大体もうどこでも自分の見やすいところで僕は決めてますけどね。あのやはり風なんかが強い時にはなるべく沈めて浮力を殺した方がブレなくていいですね。これが宙吊りの餌落ち目盛りです。釣れた魚をすくう玉網ですね。そうです。次にフラシですが、ノズリでは最初の1枚が釣れてから下ろすのですが、管理釣り場では最初から下ろしておきます。あのどうして穂先を沈めるんですか。あの穂先から浮きまでの間の道糸を沈めるためですね。道糸が老けてると、あのどうしても風とかそういうもんで浮きが流れるんで、一箇所に止めておくために穂先を沈めるんです。さて次はヘラブナ釣りの中で最も難しいと言われております餌作りです。はい、今管理釣り場でやるわけですから、いろいろと餌も重いのとか軽いのとか粒子の粗いのとか細かいのとかいろいろありますけど、やはりあの魚がたくさんいますので重めの餌を使います。今日は重めの餌、それとあのやはり宙吊りですので少し粗めの太、細かい太、そういうものをあの混ぜますけど、あまり餌をですね、あの神経を使わずにですね、あまり難しい難しいっていうことを考えずに簡単に作ってもらえれば結構だと思いますけど、ですからあの僕の場合でしたら非常に裏書き通りですね作っていますけど、あのそれにあと計量カップ、こういうもので餌を何杯を入れて、それに水を何杯、まあだいたいオフの餌でしたら5杯に対して1杯ぐらいの割合で入れてもらいますと、だいたい元餌ができます。餌をかき混ぜる時のコツは、簡単にあの大きくですね手を回してもらえればいいですね。このようにあの手を開いて熊手のようにですね転がしながらほぐしてやってもらいたいんです、餌を。それであの餌が上手にできたかできないかっていうのは、このダマがですね、ここにダマがあるようですと、やはりまだちょっとかき混ぜ方が足んないっていうことですので、ダマをなるべくほぐしてさらっと仕上げるっていうのがコツですね。これで出来上がりです。こういう感じですね。餌を作る時に最も注意することは、最初からあの練り込まないことですね。練り込みますとあの手直しするのにあの困りますから、その最初から練り込んだ場合にはボソに戻すのはできませんから、ボソを練り込むんならできますから、必ず餌はボソっていう感じの餌に仕上げて、それを使いながら練り込んでいくっていうのがコツですね。で今までのが上手な作り方で、今度は上手な使い方になるわけですけど、このように少しずつ小分けしてエアを抜いてもらいたいんです。エアを抜いてちょっとこういうふうに 2,3 回押して練ってもらって、これで針つけてもらえば結構ですね。空気が入ってると非常にあの餌付けするときにボソボソしてつけづらいんで、ちょっと練ってもらえればエアが抜けて針付けが非常に簡単になりますから、このように使ってもらいたいんです。で針につけるときは、あの針にしっかり餌をつけてもらいたいです。このようにですね、しっかりと針を餌の中心に入れてもらって、だいたいこのぐらいの餌の大きさで結構ですね。次に竿の振り方もいろいろあるんですか？このようにあの、のの字を書いて振り込み方もありますけど、今あの魚がたくさんいますので、魚が上ずらないようにですね、一箇所に餌を早く落下させるためにも、浮きの立つ位置になるべくあの送り込みで振り込むようにしてもらいたいんですけどね。竿はどのようにして握るんでしょうか。人差し指を下からこのようにして軽く握ってください。それで当たりがあった場合にちょっと力を入れてくれればいいですね。このように
あまり最初からしっかり握っていると疲れますから、軽く握るように心がけてください。初めて宙吊りをする場合、何を基準にして棚を決めるんですか？基準ですか。やっぱり初心者の方は浅い棚を練習した方が簡単ですね。深宙よりやはり1メートルぐらいの棚で釣りをやった方が簡単です。それはなぜかというと、やっぱり魚が上釣りたいやつを深い棚でやってる場合は抑えて深い棚に魚を持っていかなくちゃいけないんですけど、浅い棚でしたら魚が多少上釣ってもそんなに気にならないですからね。さあ、いよいよ釣り開始ですね。どのようなあたりで合わせたらいいんですか？やっぱり力強いあたりですね。力強くツンとくるあたりで、あまり細かいあたり合わすと魚が空振りした場合に魚が上ずる原因になりますから。魚がかかって取り込むときはどのようにするんですか？取り込むときは手をまっすぐ伸ばしてですね、なるべく大きめで顔を出させて、それから引っ張ってもらいたいんですね。こういうふうに。針を外すときはですね、魚をなるべく手に触れないようにですね、このように外してもらいたいんですね。こういうふうに針をくるっと返すんですね。今の当たりは何ですか？魚が糸にぶつかったっていうか、糸ずれですね。あれ、スレだ。スレの多い時はどういう点を気をつけるんですか？魚の上釣りすぎですね。ですから餌をしっかりつけて、締めた餌で確実な当たりを取っていくことが大事ですね。スレは静かに針を外し、優しく水に放しましょう。この浮きの動きはどういう状態なんですか？魚が寄りすぎてですね、落下する前に魚が途中で餌をつっついてる状態ですね。ですから馴染んだ時に当たりが少なくなっちゃうっていう原因になりますから、やはりしっかりした餌、もう少し餌が持つように少し手で練り込んでやった餌をつけた方が釣りいいでしょうね。餌が全然持ってないですね今。じゃあどうすればいいんでしょうか？つけるときにですね、こうしっかりこういうふうにつけてもらえれば餌持ちが良くなりますから、簡単につけるのは、魚の寄りの悪いときには簡単につけてもらって結構ですけど、寄りがいいときにはしっかりとつけるってことですね。今のあたりは魚の食い当たりじゃないんですか？食い当たりですけど、餌が持ちすぎてるんですね今度ね。触ってる割合に浮きが餌落ちメモリが出てこないっていうことは、しっかりつきすぎてるってことですね。ですから粘りがありすぎるんでしょうね。硬い場合はやはりボソッとさせないと食い当たりが出ても空振りになるし、
柔らかい場合はね、多少練り込んどいて結構ですけどね。このように浮きが潜ってしまうような場合はどうしたらいいんですか？エアを抜きすぎてんですね。餌の中に入ってるエアを押し付けすぎですね。あと針につけるときにしっかりつけすぎっていうことが、先ほどしっかりつけなくちゃいけないって言ったんですけど、軽くつけるとやはりばらけが早くなるっていうことと開きが早いんですね。だから自然と餌が軽くなりますから、軽くつければいいんです。こういうふうに軽くですね、これをしっかりギュッと押して一生懸命丸めますと、やはりしっかりつきすぎて餌が重くなって浮きが潜る原因になりますね。ですからちょくちょく手直しをするっていうことが大事ですね。食い上げというのはどんな状態ですか？食い上げは加えてですね、餌を持ち上げたっていうんですか、棚、従来でしたらまっすぐ下にあるものを魚のが加えて上へ持ち上げた時に、やはり浮きが上へ持ち上がるっていうことですね。食い上げ、従来ですと餌落ち目盛りより出た時が食い上げのあたりっていうことで合わしますけど、その途中でも食い上げっていうんですかね、餌が割れたようにスッと早く浮きが上がった時なんかは食い上げてる可能性がありますね。今のなんか完全に上で加えた状態ですから、ボディまで出ちゃってますからね。今のような強い当たりで空振りした時はどうしたらいいんでしょうか？まずは考えられることが上ずってるっていうことですね。だからやっぱりあともうちょい鋭い当たりが出るようにするには、やはり固めの餌にしなくちゃいけないし、まあ空振りするようでしたらちょっと粘りが出たか、それとも硬いかなんで、まあ餌の場合は硬い、空振りの場合は硬いか、それとも粘りがあるか、そのどっちかなんですけどね。じゃあそれを手直しするということですね。そうですね、やはり浮きを見ながらですね、馴染む時、こう今馴染んできましたけど、馴染んでいきながらを重視してですね、その今どういう状態になってるのかをよく観察して餌を手直ししていくといいんですけどね。釣れない場合に棚を動かすことはあるんですか？よっぽどじゃないとはないですけどね、なるべくでしたら一度決めた棚に魚も集めるっていうことですね。ということは餌で調節していくということですか？そうですね、餌ばらけさせたり粘り出したり、いろいろ魚が上ずった時には粘りを出してやるとかですね、そういう餌の調節でなるべくでしたら棚のところに魚を全部集めるっていう気持ちで手直しした方がいいですね。波で当たりがわからないんですが、どうやって見分けるんですか？波のリズムと違う変化があったような浮きの動きをした場合には当たりなんですね。皆様いかがでしたでしょうか？深宙釣りは四季を通して楽しむことができます。深場から静かに魚を釣り上げる、寺船釣りならではの醍醐味です。